おい HBC、呼んでないぞ。HBC、名刺出せ。なんで、なんで名刺出せ。なんであなたに出ししちゃう。名刺出せ。なんであなたに出ししちゃう。名刺出せ。HBC ですけど。名刺、名前は。なんであなたに言ってあるんですか。佐々木に言うぞ。TBS 社長の。どうぞ言ってください。あなた誰ですか、知らない。あなた誰ですか。これ参加すんだよ、こっちは。どうぞ。極左だろ、お前が。まあ、極左ではないです、ね。極左だろう。TBS やめて、THBC やめて TBS 行ったらは。はい、ありがとうございます。記者？記者ですよ、私は。うん、名前は？あなたに言う必要ありません。あるだろう。あなたに言う必要ありません。あるよ。もしよかったらインタビュー答えますか。あなたインタビュー答えてくれるんだれば私も名前明かしますけども。名刺も渡してほしいね。あ、どうも、キラキさん、どうも。おお、久しぶり。びっくりしたね。HBC の名刺渡さないの、こいつ。名刺渡す必要ないです。そうだね。渡せよ、お前。邪魔くさい。邪魔くさいって。はい。今、写真撮った。サンデーモーニング変更してるだろうが、HBC は。なんで佐々木社長に言ったらいいのか、そしたら HBC は変更してるよな。 HBC は TBS の佐々木社長が悪いのか、そしたら株主総会行けばいいのか、そしたらな。いい音っていいですか。取れ取れ、株主総会で言ってやるぞ。お前解雇しろって。どうぞ言ってください。うん、HBC は TBS の子会社だろうな。出資比率何ぼだ。出資比率いくらだ。従業員だ、言えるだろう。あなたにね、言う必要ありません。あんたは、おう、さらしな、元気か。山本いないのか、ジュラ。おい、山本ジュラ、いるか。おお、元気いいな。東じゃねえよ。あれ東じゃないっけ。東って。おお、伊藤健太、元気だったぞ。真珠ブロックずっと踏んでるぞ。何この真珠。落ち着いた、落ち着いた。あと大丈夫。やめちゃった。おお、やめちゃったんだ。民生うるせえぞ。民生じゃないよ。民生だろ、お前ら。民生のおじいだろ。民生じゃねちゃったんだ、最後。おう、民生おじい。民生おじい、うるせえぞ。ああ、どうも。面白いよ、どうも。もう何もしない方がいいかな。今、公安に下げてって言われたから。ああ、分かった、早い。じゃあ TBS の株主総会ちょっと騒ごうかな。お前のせいで TBS の株主総会紛糾するぞ。 TBS の株主総会紛糾しちゃうよ。佐々木社長困るよね。佐々木社長確か HBC のなんか役員だったよね。なんか入って。